ちょっと今回判断微妙かもしんないね。てなわけでこんにちは、学習塾1945だ。今回の問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてくれ。じゃあ確認だ。資料 A、資料 B については前回前々回とやったね。資料 A は卑弥呼だから文久の弥生時代だ。そして資料 B は聖徳太子だから600年ぐらいの飛鳥時代だね。非いずるところの天使がどうちゃらとかごちゃごちゃ言ってたら聖徳太子だよ。つまり今回はこの2つの間を選ぶ問題だから、弥生時代と飛鳥時代の間の古墳時代あたりを選べばいい。で、この古墳時代あたりの世界の出来事の候補となっているのがこの4つだ。ちょっと判断が難しいところもあるかもしんない。でもその場合は少なくとも消去法で当てる確率を高めよう。これはありえねえってところはある。じゃあそこはどこだって言われたら3番だよ。13世紀はモンゴルの世紀だってことを押さえといてくれ。モンゴル帝国は衣替えして元という国になる。そして日本を襲う元寇を仕掛けるんだけど、その元寇も13世紀だよ。鎌倉幕府滅亡のきっかけだ。まあ、とにかく3番は A と B の間には入らない。だからこの時点で3番が上がっている E、U、A はないよ。これで正解できる確率は6分の1から3分の1になった。で次、4番も判断しやすいかな。高句麗、百済、新羅の朝鮮の三国志が成立するのは4世紀頃だよ。ちなみに魏食後の中国の三国志は3世紀だ。ここの魏と卑弥呼が繋がっていることは前々回話した。とにかく中国の三国志はそのまま3世紀なんだね。で、朝鮮はその中国の古文みたいなもんだ。だから中国で起こった似たようなことが時間差で出てくる。3世紀の次の4世紀で出てくんだ。ってことで4番はしっかり選びたい。だから4が入っていないアは脱落だ。これで確率は3分の1から2分の1に上がった。個人的にはこの問題はここまで確率が上げられれば十分かな。ただ最後まで説明はさせてもらうよ。まあ、とにかく正解はおかかに絞れた。じゃあどっちが正解なのかって言ったらおの方だよ。1番のキリスト教国教といえば400年ぐらいだ。これに対して2番の孔子は紀元前の人物だね。キリストの前、ビフォーだ。ってなわけで今回は以上。高評価とチャンネル登録を頼む。あとコメント欄に今回押さえたことを一つだけでも書こう。書くだけでも定着度が違うだろう。最後まで聞いてくれてありがとう。